思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。バラージ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバラージ花に立ちます。その後ろからは順が帯を押し、この馬も上がっていく構えです。では前の方から先手を取ったのは敬愛サンデーラ、内からバラージ、これに続いて順が帯を押し、すぐ後ろにシュバリエローズ、その後ろからはナイトインロンドン、隣にはシュトルーベ。この辺りで各馬第一コーナー左にカーブしていきます。すぐ隣にダンディズム、ヒートオンビート、そのうちに続いていますマイネルウィルトス、この馬もこのグループ、内を通ってプロミナンス、その後ろにサトノグランツ、並んで3番名勝ブレゲ、最後方にシークレットラン。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から13番バラジ、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し開いて敬愛サンデラ、これに続くのがジュンアオミヨシ、外にはダンディズム、その横にシュトルーベ、内からはシュバリエローズ、その外にナイトインロンドン、その隣にマイネルウィルトス、この集団にヒートオンビート。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然としてバラジ、バラジ後続を引き離していく。2番手は敬愛サンデラ、ジュンアオミヨシ3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはバラジ、外から勢いよくシュトルーベ、シュトルーベ先頭を奪った。後続を引き離しにかかる。残り 200m、 後続を引き離すシュトルーベ、足色は衰えません。2番手はヒートオンビート、先頭はシュトルーベ、1着でゴール、2着にヒートオンビート、3着はプロミナンス。シュトルーベ見事このレースを制しました。